会名古屋祭り、続いては名古屋おもてなし武将隊の演舞をお楽しみいただきます。名古屋おもてなし武将隊は名古屋開府400年に合わせて名古屋の魅力を全国に伝えるため、名古屋にゆかりのある武将6名、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康、加藤清正、前田利家、前田慶次と4人の陣笠隊で結成されました。主な活動として名古屋城にて観光客のお出迎え、観光案内、記念撮影などのおもてなしを行うほか、土日祝日にはおもてなし演舞を披露。武将たちと共に歴史ある名古屋を大いにお楽しみください。それでは名古屋おもてなし武将隊です。どうぞ。
忠義の道を貫き通す。あの堅牢なる石垣こそが揺るがぬ忠義の証なり。我こそは騎乗官加藤清正。他人の思いをやりに込め貫き通すは真の道。きちんと我しわらこそはおだけが一番やり。前田利家なり。天下太平にも築きし初代江戸幕府将軍皆の者またそのわしが徳川家康である。はあ、皆の衆釣り跡行くぞ。真っ向からぶつかってちょうよ。なんせこの世は夢のまた夢。わしが戦国一の出世者豊臣秀吉じゃ。忍を愛しよ。忍びんさんには何をしようぞ。歴史上を語り起こすような理想を持ち神殿に生きよう。必死に生きたことその生涯は光を放つ。我らは大学天満織田信長である。我ら名古屋おもてなし武将隊今ここに乗り出る。はあ、誰も考えることのなかった天下布武、それがわしの夢じゃった。長猿さようにございまする。わしが信長様の夢を引き継ぎこの国を整えたんじゃよ。なあ徳川殿。さようさよう。剣の演武あまり聞いたことがなかろう。わしが作った言葉じゃ。武器を捨てて太平にへとする。俺れ皆の衆、今の時代はどうじゃ。拍手で聞かせよう。結構この時代もその選手は続いている。徳川殿が築きし名古屋のわし400年経つてこれほどまでに栄えるとは見事にござる。こたびは名古屋祭りだでな。皆の者盛り上がっておるぞ。おっと控えめな拍手であるの。この後も楽しんでいくぞ。こたびは70回目という節目の時、皆の思いが紡がれた結果にございますな。さよう。これこそがわしの目指した天下布武。暴を禁止、兵を治め、国を保ち、功を定め、死を和ませ、民を安らかに、財を豊かとする。この七徳をもって天下布武じゃ。この景色が見られ、わしは万感の思いである。これからも我ら信長様のもとでこの名古屋を盛り立ててまいりたいと思います。それにはここに集まりし皆々の力が必要じゃ。我ら名古屋おもてなし武将隊ともに力を合わせれば必ずや成し遂げられるであろう。皆の者ついてまいれ。はあ、主らもよいか。まいるぞ。いざ出陣。ああ、さあ手拍子とまいろうではないか。
勝利の前はじゃ勝ち時を挙げよ。はっ。名古屋とここに集いし南だと名古屋祭りのさらなる発展を願って勝ち時をストレイ。えいえいあえいえいあえいえいあ。この国に夢はあるか。この国に情熱はあるか。この国に熱き心はあるか。イエイ、我らはよみがえる。この苦しい時を共に歩むために。本当に感動しました。さあ本当に今日もたくさんの方でこのにぎわった名古屋の街、第70回名古屋祭りいよいよフィナーレとなりますが、信長様、信長様、はい、今年はね、昨日は少しねちょっとお天気が雨も降ったりしましたが、2日間にわたってね本当にたくさんの方遊びにいらしてくださいました、今年の第70回名古屋祭りいかがでしたか。まさに雨降って地固まる、はあ、やるな楽しみだじゃろ。これが答えじゃろ。は
はい、そして秀吉様いかがでしたか。やはりな、こうやってな、うん、先ほどの土祭りもあって華やかな舞台が多かったな、みなみな楽しめたか。ありがとうさん。はい、そして家康様、やっぱり今年もですね、ユースパワーという若い力、若い人たちのね、縁の下の力持ち、そして舞台も盛り上げていただきました。いかがでしたか。みなみなの力感じた。特に若き者たち、そして我らも若き頃から戦をいたしてきた。我らは改めて名古屋のための名古屋おもてなし武将隊じゃ。わしからは以上でやる。ありがとうございます。もう本当にね、会場一体となって盛り上がりました。さてこのお祭りではね、名古屋の魅力とともに、この名古屋から全国に向けて元気を発信するというね、そんな願いも込められておりました。いかがでしたか。すみません、準備出しとるけど、めちゃくちゃめちゃくちゃね、振ってしまいましたけどもね。この度は第70回名古屋祭り、様子を手くれた有安さんじゃ。このな、さっきも秀吉様申されたように、土祭りの皆々、若き力がな、この日の本を明るく、そして良き未来に向かっていくとわしは願っておる。わしはの、戦が多い時、そして戦がなくなってきたところ、それをわしは見てきておる。ゆいな、こうした景色を見れるのはわしは嬉しいことなんじゃな。ゆえに皆々よ、こたびは誠に有安さんじゃった。加藤清正でやった。清正様ありがとうございました。無茶ぶりをしてしまいました。さあ、ということで、そしてですね、本日2日間にわたって お届けしてまいりましたこちらのステージ、本当にたくさんの方に盛り上げていただきました。ここで、ね